と木村氏がスタッフとともに知恵を出し合い、これでもかこれでもかと三浦春馬さんを下取り、私たち視聴者を苦労する演出の数々でした。しかしそれでもなお三浦春馬さんの通行の前での献金力は崩れることはなかったのです。そして最終回の冒頭シーンへとつながるのです。ストーリーの流れに不自然な三浦春馬さんがまるで薬でも飲まされたかのように演じとは到底思えないシーンが全国放映されたのです。三浦春馬さん、一体何をしたのですか。しびれを切らした姿勢の情報ですか。押し入れの中に置かれた首を吊った骸骨と真っ赤に染まった口を開けたワニの模型の演出は何のために何の意味があったのですか。三浦春馬さん、一年の冒涜以外の何者でもありません。私たちの不安を苦しめる十分な演出の数々です。ありがとうございます。はい、あ、すいません、あ、ここだね、すいません。あ、こっちがダメだ、すいません、初めて来た、そこがダメだったね、そこがダメだったね、なんか敷地内になってこっち、初めてですよ。そういうことか。We are not allowed to step beyond this line. Beyond this line, we are not allowed to step. We can only stand up to here. Beware to go here. That's how strict. あ、ごめん、すいません。すいません。See the difference?
を持ち帰るため、対象者につなげることができると信じて活動しております。ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。We're splitting into groups. Tanaka went. We don't know where Tanaka went. It's gone. Tanaka is gone. He went somewhere there.
PBS building. Thank you.
ドラマの中に、心情の
ております。また、VBX 社員の爆発により、明るみになったことがあります。テレビは洗脳装置。嘘でも放送しちゃえば、それが真実。社会を支配しているのはテレビ。これからは私が日本を支配するだけです。日本人はバカばかりだから、我々テレビ人が指導監督してやっとるんです。君たちは選ばれた人間だ。君たちは報道によって世の中を動かす側の人間だ。日本は選ばれた人間である我々によって白でも黒にでもあると TBS の入社式で当時の会長がお話をされているんですよ。生前三浦春馬さんが明るみになることが清いのか、明るみにならないことが清いのか、どの業界職種でも叩くだけ叩き、本人たちの気力を奪っていく。みんなが間違いを犯さないわけじゃないと思う。国力を高めるために、少しだけ戒めるために、憤りだけじゃなく立ち直る言葉を国民全員で紡ぎ出せないのかと残した言葉があるのですが、国力を高めなきゃ日本が危ないということなんです。皮肉なことに、春馬さんの訃報がきっかけになり、日本の芸能界やテレビ業界をはじめとした日本の闇、ひいては世界の闇にまで気づけた方が多くいます。私もそのうちの一人で、今まで平和をボケしてのんきにテレビを見ていた自分が情けないです。このままでは日本の未来が危ない。国力を高めて正しい情報と知識を自分の力で得なければ、そう思って立ち上がっている方が多くいることがうかがえます。日本を愛し、私たちを正しい方向へと導こうとしています。三浦春馬さんが残してくれたメッセージを汲み取り、一人でも多くの人に春馬さんの死と